どうも、皆さん、こんにちは、着ャです。本日はですね、先日ね、JAL のね、新しいステータス制度がですね、発表がされまして、非常にね、あの、ご覧いただき、またね、コメントもたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。えー、コメントに関してはですね、すべてね、見させていただいておりますし、まあ、今後ね、あの、順次、変えさせていただきたいな、なんていうふうに思いますので、本当にね、たくさんのご視聴とコメントありがとうございます。 で、今回ですね、いくつかね、あの、昨日の動画を出させていただきまして、まあ、質問がね、来ている部分をですね、ちょっと回答していきたいな、なんていうふうに思いますのと、またね、JGC 修行ですね、これからね、あと11月、12月ね、ありますよね、この間にされたいっていう方もね、いらっしゃると思いますので、JGC 修行のね、路線なんかもですね、合わせてね、紹介やっていきたいな、なんていうふうに思います。それではまずですね、先日のね、こちらの公式サイトなわけなんですけれども、 JAL グローバルクラブに関するお知らせということで、まあ昨日もね、こちら話しさせていただいたわけなんですけれども、こちらはね、まあ一番変わる部分っていう風になりまして、この JGC に加入するにはですね、今現時点では JMB サファイージュ 以上を獲得していただいて、クラブ A カード、クラブ A ゴールドカード、ジャルダイナス、プラチナ、まあいずれかを保有していただくとですね、このね、JGC に、ね、えなることができるって言いちになるんですよね。で、この JMB サファイア以上っていうのは何ですかっていう話なんですけども、これがね、まあ今までの JGC 修行ということで、1月から12月の間に5万フラン4ポイント、もしくは、 え、50回の登場で、まあ、両方ともですね、そのうちね、500フライオンポイントね、貯めていただくうちの25000ポイントがですね、ジャルビンじゃなきゃいけませんよ。またね、50回の回数修行の場合は、25回以上かつ15000フライオンポイントは、 ジャルビンでね、あの、稼がなきゃいけないですよということで、まあ、これの条件を達成していただくと、JMB サファイアになって、このね、JGC っていうのに加入することができるって言いたがちになるんですよね。まあ、これが2024年1月1日以降は、まあ、こちらになるということで、えー、ジャルライフステータスプログラムにて、1500ライフステータスポイント以上ね、獲得されることは、まあ、JGC のね、 え、加入条件っていう風になりますので、まあ、今まではですね、この JMB サファイアになっていれ,いれば、クレジットカードを持っていればですね、こちら JGC に加入することができるわけなんですけども、まあ、新ステータスの場合は、 何が何でもこの1500ライフステータスポイントを獲得しないと、この JGC にねなることができないって言いたがちになってるんですよね。で、またね、まあこちらのカードの条件は一緒なんですけれども、この JGC っていうのはね、クレジットカードに付帯するサービスっていう風になりますんで、対象のカードを持ってなきゃいけませんよっていうのは、まあ新ステータスの JGC のね、加入基準って言いたがちになるんですよね。まあ要はね、この1500ライフステータスポイント以上のね、獲得をしないと、JGC にはね、 ことができないっていう風になりますんでこちらねあのフライオンプログラム自体はですね今後もね継続されるわけなんですけどもこのねクリスタルサファイア jgc プレミアダイヤモンド っていうのは、フライオンプ,プログラムポイントでね、まあ、今後で獲得することはできるんですけども、JGC にはなることができないって言いた形になりますんで、まあ、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、何がなんでもですね、この1500ライフステータスポイント以上ね、えー、獲得しないと、この JGC にはですね、今後ね、加入することができないって言いた形になります。で、次にね、質問が多かった部分なんですけども、今のね、JGC 会員はね、まあ、どうなるんですかっていうね、 あの説明あの質問が結構多かったんですけども今現時点 JGC 本会員家族会員の方は2024年以降サービスや特典の変更が変わりますかっていうね Q&A が用意されておりまして、まあ、こちらに記載されている通り2024年以降も JAL グローバルクラブのサービスを変わらずご利用いただきます加えて2024年春より航空以外の提携者特典サービスを拡充いたします 詳細は後日 JAL サイトにてご案内いたしますということで、まあ、このグレードのねことを言ってるんだと思うんですけども、まあ、今現時点でですね、この JGC 本会員家族会員の特典やサービスはですね、2024年以降変更がないっていうふうに、 記載がされているっていうふうになりますんで、今現時点で,ですね。jgc 会員の方に関しては、まあ特にね、あの損することはないっていうふうになっておりますんで。この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、次にですね、質問が来ておりましたけども。jgc ライフマイレージの改変ということで、jal ライフステータスプログラム導入ともらい。jgc ライフマイレージを改変し、jal ライフステータスプログラムへ一部移行いたしますということで。jgc ライフマイレージ。 っていうのはですね。まあ、こちらになるわけなんですけれども。 これがですね、JGC ライフマイレージの現行基準の判定は、2023年4月末まで各種記念品特典の案内は、2023年10月をもって終了しましたということで、こちら自体はですね、2023年の10月にですね、まあ、終了したって言ったはになるんですよね。で、この JGC ライフマイレージって何ですかっていう話なんですけども、JGC ライフマイレージということで、国際線通算登場マイルが15万マイル、または、 国内線登場回数が300回の方は、このね、記念タグがね、もらえるっていう風になっておりまして、まあこれがね、どんどん増えるとですね、タグがどんどんね、あの、いいものになっていって、またね、えさらに上がっていくと、 特典とかもね、受けられるっていう風になるんですよね。で、こちらね、見ていただくと、ご両人数制限なしでご同伴のご家族の様、ラウンジ利用いただけたりですね、ご家族の専用ラウンジクーポンを用意しましたとかですね、ご家族3名様を JGC 本会にご招待していただけますとかね、結構すごい特典がありますよね。まあ、マイル。 有効期限廃止とかね、お持ちのマイルを家族の方にね、継承できるとかね、まあこういったのがあるわけなんですけども、まあこれもね、全部2023年10月にね、終了っていう風になりまして、 ま、このタグってもうもらえないんですかっていう話なんですけども、記念品の贈呈もね、2023年10月をもって終了っていうふうになりますんで、こちらはね、もうもらえないんじゃないかな、なんていうふうに思います。で、こちらの内容自体がですね、この今回のね、このね、グレードごとの、ま、上の方にですね、そのままね、あの、入っているっていうふうにね、特典が入ってるっていうふうになりますんで、ま、このね、JGG ライフマイレージっていうのもですね、このね、JAL ライフステータスプログラムの、ま、このスターグレードっていうところにですね、ま、あ 入っていったっていった形になるんですよね。ですのでこの点はね覚えておいていただきたいななんていう風うに思います。 ま、そんなところですかね。まあ、ひとまずね、このね、JAL グローバルクラブにですね、加入がね、2024年1月1日以降ですね、ハードルもね、かなり高くなるっていうふうになるんですよね。ですので、もしね、この JAL グローバルクラブですね、ちょっと遅いけど今から欲しいっていう方は、今からでもですね、JALJGCC をね、していただいて、JGC にね、加入していただくの非常におすすめって言ってがちになります。 おすすめとしてはですね、やはりね、もう11月の半ばっていう風になりまして、もうね、あの12月までにこのね、 フライオンポイントね、あの5万ポイント貯めなきゃいけないっていう風になっておりますんで、まあ利用できるんであれば一番おすすめなのはこれですね。JAL 国際線フライオンポイント2倍キャンペーンということで、2023年の12月の31日までね、このフライオンポイント2倍キャンペーン、えー、まだ行われてる、今期間中っていう風になっておりますし、12月31日までにね、こちら利用していただければ、フライオンポイントね、2倍でもらえるっていう風になっておりますんで、 こちらがね、利用していただくのがね、非常におすすめっていた形になります。で、基本的に国際線のね、JAL 便名で利用していただければ、全路線ね、利用することができるっていう風になりますし、フライト積算マイル全クラス対象っていう風になりますんで、え利用はね、かなりしやすいかな、なんていうふうに思います。で、修行ルート自体なんですけども、ちょっとね、私半日かけてね、いろいろ調べてみたんですが、その結果がね、こういった形になりまして、円安がですね、本当にすごくて、今までね、私が 私あの、修行とかで使ったのね、デリー発のえニューヨークで、まあ、帰りはバンコクとかにした、まあ、感じでね、私はい、あの、利用させていただいたんですけども、まあ、非常にね、あの、安かったんですよね、2022年っていうのは。ですけども、今はね、本当に円安の影響をくらっておりまして、まあ、このデリー発見のね、東京経由のね、ニューヨーク往復なんですけども、まあ、ここら辺とかですね、 一撃ね、37,424フライオンポイントね、獲得することができるんですけども、単価自体はですね、284,600。 41円ということで、フライオンポイントの単価ね、これ2倍キャンペーン入れてもね、7.4とかね、なってしまいますんで、まあ安い方ではね、あるんですけども、2倍キャンペーン入れてこれかっていうぐらいね、あの単価自体はですね、そこまでね、めちゃくちゃ安いみたいな感じじゃないんですよね。しかもね、これデリー発見でやって、まあ一撃でね、3 7 4 0二 14しかもらえないっていう風になりますんで、5万フライオンポイントね。貯めなきゃいけないので、jal カードのね。あの初回登場ボーナスの5000を入れても8000ぐらいね。また他で稼がなきゃいけないっていう風になりますんで、まあこういった感じになっちゃうんですよね。私がね、あの結構調べた路線ね。あの色々見させていただいたんですけどもまあどれもね。 えー、こっちだとね、あの、デリー発のサンフランシスコだとね、あの、32,920フライオンポイント、こちらも8.8円。まあ、これはね、エコノミークラスがね、入ってきたりとか、えー、クアラルンプールのね、東京経由のニューヨーク往復とかトガムですね。 こちらね、えー、プライオンポイント単価ね、8.3円。これも全部ね、あの2倍入れてもね、こんな価格っていう風になっておりますんで、まあなかなかね、今までに比べるとね、高くなってしまうんですけども、まあ今後ね、2024年1月1日以降ね、ライフステータスポイントでですね、貯めていくっていうのはね、非常にハードルが上がるっていう風になりますんで、まあこれでもね、やりたいんだったらやっといた方がいいかなっていうところですね。で、こちらね、アップグレード不可とか可能とか不可とか書いてありますけれども、これはね クラスによって、えー、マイルね、あの、2万とか4万とかね、足していただくと、あの、ビジネスクラスにね、アップグレードできたりいたしますので、まあ、そのクラスの可能か不可かどうかなんですけども、まあ、こちらもね、考慮していただいて、まあ、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、円安はね、かなり響いているっていうふうになりますんで、まあ、なかなかね、厳しい部分ではございますけども、一応ね、こんな感じになりました。で、唯一ですね、 一つだけめちゃくちゃいい路線があったんですけども、これもね、本当に数日しかね、あの座席空いてなかったんで、あの、一人か二人埋まったらね、多分終わりだと思うんですけども、シドニー出発の東京経由のデリー往復ですね。まあ今年ね、2023年の修行してる方はね、シドニー発見してる人が非常に多くて、ちょっと色々見てたらですね、これだけね、めちゃくちゃいい単価で出ました。しかもね、一撃 JGC 完了っていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいです。ですけども、ま、あ 本当に早い者勝ちっていう風になりますんで、まあ、いつね、なくなるかわかりませんけども、シドニーから東京経由のデリーですね。シドニー出発の東京経由のデリー往復ですね。で、こちらはですね、2534オーストラリアドルっていう風になりまして、今の円換算で24万8 0と95円。 で、これのフライオンポイントが54,316円。で、フライオンポイント単タンカーは4.43円。で、アップグレードで、ね、全部 R クラスっていう風になりますんで、アップグレードもできるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいです。はい。で、フライオンポイントね、あの、5万ポイントでいいんですけども、まあ、4,000円ぐらいね。 はみ出していますし、またね、あの、JAL カードのね、初回登場で5000もらえるんで、こんなにいらないんですけども、先ほどのやつねえ、比べても値段的にはね、こっちの方が安くなるっていう風になりますんで、まあ、これがね、あの、利用できる方はおすすめって言った形になります。で、これがですね、あの、こちらになるわけなんですけども、 先ほどね、調べさせていただいて、11月の21日のシドニー発見のデリーですね。で、これを詳細開くとね、R クラスになっておりまして、全席プレミアムエコノミーですね。で、R クラスなんでアップグレードもできると。で、帰りも、 R クラスのプレミアムエコノミーですね。で、全部ね、JALB になっておりますんで、フライオンポイント2倍キャンペーンも、まあ、対象になって、2534オーストラリアドルで利用することができるって言ったはになります。まあ、こちらね、あの、さっきから言ってると思うんですけども、帰りはね、結構ね、まだあるんですけども、 行きの席はもう全然なくてですね。これがっていうところなんですけども、まあ、ひとまずね、あの j g c c をされたい方はシドニー発見でね、いろいろ検索してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、こちらね、東京経由のデリーですけども、まあ、ひとまずね、アジア、 付近ですね。まあ、ちょっと東、東京からね、遠目のところをね、いろいろ検索してみたら、ま、あいい路線がね、もしかしたら出てくるかもしれませんので、これからやりたいっていう方は、ちょっとシドニー発見でね、あの、検索ね、してみていただければなぁと思います。シドニー発見っていうふうになりますんでね、シドニーまでベッドね、発見しなきゃいけないですけども、まあ、それでもね、4.43になった手が一撃で JJCC をね、完了できるんだったら、まあ、これでも全然いいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ参考に してみていただければなと思います。 ということで、今回ですね、JGC 仕様ね、これからされたいっていう方はですね、ぜひね、参考にしてみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、今回のね、発表があって、解約だって言ってる人と、まあ、今回のね、改定で、まあ、これからね、あの、JGC のハードルが上がるっていうふうになりますんで、まあ、これから、これ以上ですね、JGC 会員の方がね、まあ、入ることが、まあ、少なく、まあ、なんていうか、今までに比べるとね、まあ、慣れる人が減るっていうふうになりますんで、その方がいいって言ってる方は たりですね本当にねいろんな意見がございまして正直ね私自身はですねまあそこまで解約っていう部分はないんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもどうですかねまあこれでね JGC の方が何か会員の得点が何かねなくなるんだったらですねちょっとね解約かななんていうふうに思うんですけどもまあそうでもなさそうなんでねはいまあ私はそんな感じでね捉えているわけなんですけどもまあ思うことがございましたら是非ねコメントいただければななんていうふうに思います。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやってますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ